祖母さん、何時に問う。前田の流僧像合体シリーズは好きか。うん、それは俺も聞いてみたいところだ。よし、今日の流僧像合体を始めるぞ。今日の流僧像合体は光太郎さんからいただきましたアイデア。流僧全部体ディメボル系の炎騎士流だ。名前炎騎士流か炎騎士流かどっちかわからないから炎騎士流ってとりあえず呼ぶね。間違ってたらごめんね。光太郎さんは応募フォームに写真も送ってくれたから今日はそれを見て頑張って作ろうぜ。じゃあその写真早速見てみよう。これは騎竜王みたいなやつと右に何かいるわね。何かティラミーゴ的な生物。もう一枚写真があるわよ。これが二枚目。後ろに写っている子が光太郎さんかしら。じゃあこれを送ってくれたのは光太郎くんのお父さんかお母さんかな。うん、やはりさっきのティラミーゴの顔はこういう別の生物みたいな感じね。よし、ミニプラで頑張って作ってくれたみたいだから俺たちも頑張るぞ。じー、どうしたティラミーゴ。それにみんなスマホなんかじっと見つめて。これスマホっていうティラ。そうだけど初めて見たティラ。嘘つけ、2019年にいるくせに初めて見るってことはないだろう。いつも前田が変なの持ってるなと思ってたけど、こんな写真が見れたりするティラメ。色のついた骨だと思ってタイガー。騎士竜たち、バッチリスマホで撮ってやるから今から流僧像合体だよ。それでは光太郎さん、行きます。流僧全部体ディメボル系の炎騎士竜に流僧像合体。まずは騎士竜王の形にして、でティラミーゴ、君はそこじゃないよ。今日は謎の生物の頭の役ティラ。送っていただいた写真だと流僧ルはレッドっぽいから君はそのままね。ありがたいが。じゃあ騎士竜のみんな合体待機状態だ。はい、完成。パーツをつけていくよ。トリケーンとアンキローゼは今回丸々下駄です。ゴゴゴゴゴ。この向きでつけたの初めてじゃない？この白っぽいパーツ、なんだ？このパーツも何かわからないぞ。これは後ろから見た写真だけど、確かに写っている。この白いパーツってどれ？とりあえず分かるところからつけていこう。ピシッテキシュピシピシピシッテキシュダーン。ピシピシピシッテキシュピシッテキシュブーテキシュゴーチャキーン。写真だとこうだね。ディーメーテキシュデデン。あ、ちょっと顔かぶってるじゃん。まだもう一個残ってるティラ。尻尾は違うね。こうでした。わかったよ。さっきのこの白いパーツは、これだね。こういう風に持ってるんだね。よかった。ジャッキーン。ピシッテキシュ。ボーテキシュ。ドーン。ダーン。ピシッテキシュピアミールティラミーゴボーンピシュガシャーン。ここガチッとはまらんけどいけた。デデン。完成。流僧全部体ディメボル系の炎騎士竜だ。デーン。あ、顔かぶってる。俺も写してよ。ギャー。ピシー。多分これで合ってると思います。送っていただいた写真はこんな感じじゃないでしょうか。今回は私たちの騎士竜が下駄になってるけど、こっち向きでつけるのは初めてだわね。倒れそうな危険性もなくちゃんと立ってるよ。
全身バランスよくまとまってると思います。そしてディメボルケーノの顔をこの向きにすると竜ソウルが隠れてしまうこと。これはわざとやったの？前田的にはネタになったのでありがたいです。何を言っとる。二刀流の武器もいい感じ。お次はこっち。送ってくれた名前の竜装全部隊ディメボル系の延期支流っていうのはどっちがどっちなのかな、ちょっとわからなかったけど、うん、こういう合体も面白いね。ディメボル系のの体がベースになってて、このような感じでうまくジョイントに接続されています。ここがすぐ外れちゃうのはこれはデラックス版だけかな。ミニプラでやるともしかしたらかっちりハマるのかもしれません。いつも喧嘩している3人のこのパーツをこういう風にまとめるとカラフルでいい感じだね。この形なんとなくまだ発売されてないけどネタバレしてるモサレックスに似てない？確かに。コウタロウくん、君は未来が見えるのか。今回の合体もなかなか良かったわね。こっちの謎の生物はなんかモサレックスっぽかったし、モサレックスが出たら並べてみよう。いよいよスーパー合体の季節、夏だな。孝太郎さん、ありがとうございましたってまとめようと思ってたら、トアはどこ行ったの？ん？全く集合時間を守らないとはとんでもないな。後で説教。この間もこの光景見たわね。最近視聴者様の中でタイガランスのパーツをわざと余らせるっていうのが流行ってるのかな。うー、ジョイントまだ空いてるのになんでこれを使ってないんだ。とはそんなに気にするなよ。別にいいじゃねえか、パーツの一つや二つ余ったってさ。三つだ！くー、全部パーツを使ってもらった君たちにはわからないだろう、この気持ち。どうした？バンバ、キョロキョロしちゃって。え、いや、あのさ、まさか、あれを見ろ！ん？あ、あ！うわぁ。ミルニードルのパーツ余らせるやつもまだやってるのかな。来る、きっと来る、きっと来る。どうだ、パーツを余らされた者の怨念は怖いだろう。今のネタ、若い子わかるのかな。なぜあのトゲパーツ、使い勝手のいいあのトゲパーツだけを残すんだ。ぐぉー。兄さん、僕たちはネタにされる運命だったんだ。こんなのってないよね。そういえば私たちって名前だけで名字がないわよね。ああ、竜装族に名字はないからな。じゃあお前ら、今日から名字を余剰にしろ。よ、余剰？余剰パーツの余剰。コウタロウさん、どうですか？ででーん。お疲れ様です。前田です。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルでは、騎士竜戦隊竜ソージャーのデラックス玩具、騎士竜王を使って、いろいろな合体遊びをしています。視聴者の皆さんが考えたオリジナル竜装合体の遊び方を、ぜひ教えてください。私が考えたオリジナル合体や視聴者の皆さんが考えてくださった合体の仕方、それを竜創造合体シリーズとしてシナリオを勝手に制作、合体シーンも僕が勝手に考えて作ります。応募フォームやコメントで皆様からいただいたアイデアは一つずつ正俊前田がチェックしております。現在は皆様のリクエストにお答えするためにこんだけあります。おもちゃ屋さんか。ちなみにそれぞれの数を言いますと、ティラミーゴが3体、他の騎士竜は4体あるぞ。視聴者の皆さんがいろいろなアイデアをくれるので、ティラミーゴの2体合体とか、
僕には思いつかなかったような合体方法が竜創造合体でできるようになりました。これもひとえに俺のミルニードルのおかげ。送っていただいたアイデアが採用された方は竜創造合体の動画の中で発表お礼を申し上げます。ファイブナイツをベースにしたものや騎士竜をベースにしたシンプルなもの、とにかくごちゃごちゃ合体させたもの、たくさんのアイデア、コメントをお待ちしております。できれば俺を後ろに回す合体はやめ。ということで皆さんの力とマサトシ前田の力を一つに合わせ、ドルイドもびっくりするような竜創造合体を決めようぜ。ああ、できれば俺の顔を前の方に。竜創のことも忘れないでね。いやー、シンプルに三体合体とか騎士竜王をいじったりとか、スリーナイツのバージョン違いとか、ファイブナイツをベースにぐっちゃぐちゃにくっつけたりとか、とにかく今までいろいろなやつをやってきたね。中には微妙なやつもあったけどね。マサトシ前田の思考回路はワンパターンだからな。し、やる気なくしたらどうするのよ。お、これかっこいいな。俺たちのロボットは他の戦隊と違って自由度が半端ないぜ。ティラミーゴ1体、タイガランス2体、アンキローゼ2体とか、ミルニードルを4つ使った合体とか、いろいろなアイデアをいただいたね。中には息子さんが考えてくれたやつをお父さんが送ってくれたやつもあったぞ。しかも写真付きで、今現在竜創造合体の応募フォームには写真をつけることもできますので、こんなかっこいいやつできましたっていうのを送ってくださると、それの合体シーンを勝手に僕が考えて作ります。同時に敵キャラに使うロボットのアイデアも募集しています。私のチャンネルでは敵キャラを他の戦隊のロボットにやらせますので、この怪人はこういう特徴があるからこのロボットがいいとか、この敵はこういう攻撃をしてくるからこのギミックを持ったロボットがいいんじゃないとか、そういったアイデアがいただけたら嬉しいです。敵キャラを選定する際の理由付けになるので非常にありがたいです。ちなみに我が輩は目立つところにつけてほしい。かっこいい、面白い、イケてる竜創造合体遊びを教えてください。皆様からのアイデア、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。前田でした。